小吉、大吉、アミ吉です。ということで今回も動画撮っていくんですけども、今回は、300人記念企画のトロフィー8000以上の方とのガチ BO3 企画第1回目ということでね、今回は、第1回目はね、生命さんがやってくださることになりました。あれですね、このキョスケバルーンでめちゃくちゃ有名な人ですね。多分知ってる人が多いんじゃないかなと思います。最多が8238で、プロフィールがすごい。うん。グロフィニッシュもしてて、めっちゃすごい方ですね。この方とやらせていただけるということで。そうで、生命さんね、YouTube をやるかもしれないらしいので、まあ、もし始めたら、チャンネル登録とかね、よろしくお願いします。よし、やりますか。ガチ BO3 なんで。で、キョスケバルーンなんでね。何使おうかな。キョスケバルーン、このデッキちょっと強かったんですよね。さっきちょこっと使ったんですけど。うん、まあ、ガチ BO3 なんでバルーンですかね、とりあえずは。これぐらいしか使えないんでね。よし。いや、そう、生命さんはね、結構昔から仲良くさせていただいてて、うん、優しくていい人ですね。あ、これなんか、煽りはやるよって言われたんでね。まあ、全然いいんですけど。なんですかね。できないよね、これ。言ってみますか。トルネキッタートラッシュ。ガゴムネが出てきたら、あれですね。お?まあまあまあ、あんま意味ないけど。爆破だけね。トルネライトニングなんで、ゴレかな。トルネキッタートなんで裏でいいかな、これは。ん?トルネライトニング、ミニペ?なんだろう。何ですかね、これ。スパーキーとかかな?いや、ゴレっすね。ゴレだ。ってことは、勝ちたいですね。相性良さそうなんでね。あー、その延命はうまい。このね、ボンバーなかなか厄介なんですよね、こっちからしたら。で、これちょっともったいないか。まあ、手札詰まってたんでね。いや、これももったいないですね。まあ、これ、ちょっと、オリ行きますか。トルネ来るかな?これメガゴ多分外れるんで、トルネが来るかな?でもこれトルネ来ても爆破入りますね。オッケーオッケーオッケー。爆破入ればまあいいかな。で、ここでおそらくケツゴレですね。ですね。4アド取られてんのか。マジか。マジか。ちょっとやばいっすね。で、ボムタワーが下方来たんでね、先置きはできるだけしない方がいいのかな。あんま分かってない。ただ、ここ怖いのが攻め取るねですね。多分来るん。攻め取るねかライトニングですね。ただ、これライトニングだな。おい、そっち撃つんだ。そっち撃つなら、タルババいらなかったけど。まあいいか。で、怖いのがミニペ追加とかですね。警戒しなきゃいけないのが。で、これは、おそらくメガゴ来て、取るね。あー、なるほどね。まあ、これは爆破を入れるためのバルーンだったんでね。いいな。一発入れようとは思ってないんで。で、ここで多分、ライトニング来ますね。あれ、回ってないかな。これは、ちょっと、飛来信したいですね、ここ。あー、来ないな、これ。エリクサーないな、相手。なんで、このボンバーをね、処理しにかかり、で、ここはね、ダクネが解けた瞬間に、雪玉打って、まあ、ここでライトニング打たれても後から対応できるんでね。これ無視でいいですね。これ無視して、いや、もうライトニングなくて、トルネなんでね。トルネしかないんでね。これもう、止まんないっしょ。止まんのかな?これ止まったらやばいけど。止まりそう、ちょっと。いや、やっぱ上手いっすね。さすがに上手いか。最多8-3ぐらいなんでね。で、ここでバルーン行っちゃうとライトニングでね、巻き込まれちゃうんで、多分ね。ここゴレ来たんで行きますか。これ行かないともったいないですね。こ
本当は雪玉使いたいけど、GG ですね。OK。トルネ回ってないんで。OK。今多分トルネ回ってなかったのかな。ただちょっと危なかったっすね。まあこれ普通に持ってかれることあるんでね。よしよし。ガチ BO3 なんでね。もう次、連投しようかな。生命さんの得意デッキ。本職デッキ。これ。このデッキ、このボムターバルーンきつそうに見えて、こっちの方がね、割と有利だったりするんですよね。なので、あえてこれ使おうかな。多分、デッキで来ると思います。一番得意だしね。ああ、そうですね、多分。いやー、この自作デッキってすごいですよね。どうやったら完成するかわかんないけど。自作デッキ作ってる人本当にすごいと思うんですよね。なんか、なんで、どうやって作ったのか知りたいですよね。単純に気になる。あ、これやばいな。これガゴムネ来たら終わりますね。ちょ、待って、来そう。なんならルート強制のあれが来そう。あ、これはまあ、ただここ多分ヤナアミ来るかな。ヤナアミ来たらやばいっすね。いやー、来るよね。なのでここはマスケ出さないといけない。あそこのディガー雪玉はもったいなかったっすね。で、これトルネとガゴムネとエレキなんで、バルーンがね、アイゴレバルーンしないと刺さんないっすね。アイゴレバルーン行ってディガーまで行かないと刺さんないかな、多分。なので、ディガー削りメインかなと思います。ここ撃っとくるかな？多分来ないよ。ここで、このゴブリンが残んないか。やばいな、じゃあ。これ多分、トルネかな？キング起動してくるか、あ、この感じはしてきますね。あれ？それって一発も入んないのかな？入りそう、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 いや。いや、そういう知識がわからないんですよね。入るのか入んないのかみたいなね。ただここは気をつけ規定で、これ、まあ蓋するんですけど、そうなんですよね。逆サイ来るんですよね。ここはあれですね。雪玉やりたいですね。タイミングがシビアな。これね、レイジかかっちゃうとめっちゃむずいんですよね。しかもこのマスケやっちゃったかな。ばっかり死んじゃいますね。これやばいな。ペースがやばい。で、これ多分また逆サイにランバーバルーン来るんで。うわー。一番嫌なこと。一番嫌なことしていきますね。なんかミスりましたね、相手。あ、待って、一発入っちゃった。やべえ。あれ入んのか。入っちゃったな。うわー、その矢の雨うまい。あー、これで剥がされてガゴムレか。いやー、これやられちゃったな。これ負けそうっすね。いや、これ負けそうだな。まずいぞ。ここで行くしかないんですよね、こっちからしたら。これ高め置いて、雪玉を、タイミングが、これで、爆弾も入れたくないんだけど、OK っすね。あれ？これめっちゃ良くね？これ多分、ガゴムレ来ますね。エレキからのガゴムレかな？あれ？なら、これで竹取りまくってガゴムレ来るんで、雪玉打って、回ってんの？ ちょっと待って。それは予想外。うわ、爆弾入ってないんで、これやばいな。いや、負けた説、濃厚すぎる、これ。これ負けた説濃厚だ。あー、くっそ、負けた。くっそ。くっそ、マジか。いや、きっついな。いや、マジか。今なんかワンチャン、
相手ミスったのに負けちゃったな。このデッキ何がきついんだろう。まあ、イケラマのタイミングちょっと下手でしたね、今。こっちが。で、これなぁ。スケに変えますか。スケに変えて。で、正直。いや、待ってよ。これね、矢の飴入れたい。三子はちょっと違うしな。これもきついですね。スケ型でいきますか。で、そうだな。スケ型にしますか。多分、五分だと今ね、五分腐ってたんですよね。しかも回転があんまり速くないんでね。で、キョスケがきつくなっちゃうんで、キョスケがきついじゃない。キョスケの、ん?キョスケの一発でね、やられちゃうんで、五分でもね。だったら回転速いスケにして、がいいかな。待って、デッキ悩んでんだけど、怖いんだけど、どうしよう。知恵とか来たらどうしよう。そう、ありがたいことにね、やってくれるって言ってくれた方が3人ぐらい、いや、もっといたな、4人ぐらいいてね。いやー、マジでありがたいっすね。あ、これファルーンっすね。多分ファルーンめっちゃ相性いいっすね。なのやめよう、俺相性いいとか言うのやめよう。負けた時なんか恥ずかしいわ。まあ、ファルーンで気をつけることとしたら、あれですね。え?うわお、違うな。なんだこれ。ちょっとやばいぞ。これ多分トルネもあるんで。いやー、最悪。マジか。うわー、なんだこれ。なんですかね、これ。トルネ絶対あるんでね。で、ここバルキリーいるから裏でよかったかな。あ、おいしい。オッケーオッケーオッケー。で、トルネね、施設トルネなんで、おそらく相手は。なんだこれ、バルーンだよな、多分。バルーンっぽいんですけど、なんかキョスケのあれかな?なんかいるやつか?たまに。アイゴレつけてみますか。で、雪玉で、なんか、いい感じに弾いて、タゲをずらしいの。当たってる。これでも、入りそう。入りましたね。あ、今なんかつければよかったかな。で、トルネ?あ、ディガーか。え、デッキがわかんないですね。ただ、一つ言えるのは相手マスケがめっちゃきつそう。なので、バルキリそこに咲いたらマスケ止まんないんじゃねっていう、どうなんでしょう。どうでしょう。これで普通に止まったら、マジで俺やばいやつだけど。まあこれトルネ来るんですよね、絶対に。まあそうですね。待って、なんだバルーンっすね。おそらくバルーンだと思うんだよな。これキョスケとか来たら結構嫌なんだけど。バルキリ来て、ここですね。ここで何が来るか。あ、やっぱバルーンか。あ、なるほど。やべ。あ、ずれた。これいいっすね。ファルチ一発は。で、これな、刺さんないっすね。刺さんないんで、リガー削りしないといけないんですけど、おそらくリガー削りすらしてさせてくれないと思うんで、こここそ、あのタイミングいいやつ。あ、これ来たな。来てないわ。あー、待って、雪山を攻めで使えないとダメなんですよ。テスラを突破できないんでね。あー、渋いぞ。めっちゃきついですね。めっちゃきついですね、これ。高め置きますか。で、これ多分ディガーがバルーンとマスケンとこ来るんで。で、ザップも来るんでね。ザップ来たら美味しい、これ。美味しい、来た。え、待って、爆破入んの?
まあこれで、ただ雪玉が攻めで使えるんで、今度。テスラが来て。いやーまあ当てられちゃうんですよね。そうなんですよね。なので、ここで2周目。これでどうだ？刺さんないかな？テスラ回っちゃったかな？スケ切ってテスラかな？テスラ回ってたらやばい。やっべえ、これ。これやばいな。ああ、これ負けたかな？これやっちゃったっすね。いや、これやらかしたな、今の攻め。無理やり行き過ぎましたね。やっちゃった、これは。これはやっちゃった。やっちゃった説。いや、まだ耐える、まだ耐える。耐えれるけどな、これ。刺さんないですよね、こっちも。こっちもじゃない、こっちは。なので、リガー削りするしかないんですけど、それすらできないんだよな。バルーン来て。てか、おそらく。うお、待って。タイブレイク。うわー、マジか。いや、これきついっすね。最後無言になっちゃったけど。いや、めっちゃきついわ。通んないんでね。いやー、悔しい。負けちゃった。まあ、今回は最初ということでね、ガチでね、ゴムとアバルーン参戦行ったんですけど、負けちゃいましたね。この2戦目勝てなかったのが痛いな。これは多分無理なんで、施設取るには、で相手多分これ回転めっちゃ速いんで、まあ通らないんで、あれですね、間違えた。2戦目で勝てなかったのが痛いな。はい、ということでこんな感じで第1回目はこれで終わります。これが金曜日で第2回目が日曜日に上がりますので、そちらも楽しみにしておいてください。で、そう、生命さん、今日やってくれた生命さんね、めちゃくちゃ優しくていい方なんで、ぜひツイッター貼っとくんでね、フォローよろしくお願いします。そう。で、YouTube もやるかもしれないって言ってたんでね。はい。よろしくお願いします。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。バイバイ。